さあやっていきましょうか。アリトゥーでございます。今回からね、ちゃんとお色気担当のね、原作よりも巨乳になった女の子が出てくる、女の子、女性だな、がレディーが出てきますので、そこぜひお楽しみにしていただけたらというふうに思います。ライトつけっぱなしなんだけど、どういう状況でそのままになってんだろうなってすごい気になるね。まあそんなことはどうでもいいか。はい。で、今回は前回、今回は前回は何の話、前回そのあれなんですよ、G1 をねぶちのめしてね、なんとかクリアすることができた。で今回はね、ちょっと一旦警察署に戻ろうかなと思いますね。カードキー忘れ物があるんでね。でここを抜けていかなきゃいけないっていう話なんだけど、よくよく考えたらこれどうなんだ、地理的には警察署の裏側に当たる部分かな。だからここを抜けなくても、なんだろう、今すごいレオンが修羅場なんだけどね、すごい冷静に喋ってる、まあ、シーンだからガチャガチャ動かなくて、白目向いてんの、どうやってこの子見てんのって話だよね。気をつけて。誰だ。私よ。気を抜かないで。影、シルエットでも分かる谷間っていうね、ピク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 すな。あれ、銃を下ろして。脱いでる、初めから脱いでる。どこに隠してたのそれ、ポシェットか何か。どうもご協力。初めから脱いでるんだ。感謝します。もっと脱いでもいいのに。よくここまで来られたね。なんかね、この絵であまりタイプじゃなかった。だんだん美人見えてる。FBIだって何が起きてる。美人、まあ、は間違いないですけど、美人は間違いないんですけど、どこへ行くんだ。そう、なんか好みではなかったんだけど、なんかだんだんエロく見えてきた。くだらない質問はよして、ここを出るのね。まあそれはいいとして、地理的に言ったらこの裏抜けなきゃいけないっていう必要があるんだったとしたら、おい話は終わってないぞ。うん、警察署表戻って、そっからなんかいろいろとガチャ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 したらいいんじゃないかって思うんだけどね。このベンに会いに行く前にエイダがどこで何してたのかっていうのが毎回気になるんだよね。まあそれはいいとして、とりあえずこいつが起きてこられたらめんどくさいので、先に始末しています。いっ、あれちょっと殺傷能力低すぎるでしょ。足合計で10発近くって全然ちぎれないっていう。まあ足打つだけちぎれるっていうことがまずありえないのかな。とりあえずほいほいほい、まあ、こんだけぶちのめしゃいいでしょ。でここの、そうなんね、これ面白いのがさ、これ牢屋でさ、牢屋にいるゾンビたちをさ撃っていくとさ、一発でこう倒すことができるんだけど、いざあの愛悪とみんな綺麗に生き返ってくるんだよね。足打ってたらみんなが這いずってたら面白いんだけど、そんなことにならないんだよね。あ、屈折運動、あなただけ上体起こしじゃなくて逆前屈か。うん、ブラサル、ちょっと待って、鉄格子透けてるよ。え、あ、ごめんなさい、ちょっとお楽しみ中のところ失礼しました。まあよくある話だよね。なんかもう飢えちゃって男同士でやるみたいな、ショーシャンクの空にもそんなワンシーンがあったりするよね。で、ここはいないね。でこっちがドンってくるから、なるほど、そんなアクロバットな格好じゃない。ちょっと自分ではめたくないから、もうあの代わりに M92F さんではめちゃうけどさ。誰だ。いや人間、信じられん、普通の人間だ。ここにいたら確かにゾンビも入ってこれないよね。ゾンビ来たらゾンビ来たらちょっと嫌だよね。ここね、本当絶望を感じることになるよね。残ったのは俺たちだけ。いや、まあそれはいいや。すごい。ベンも雰囲気変わったよね。社長のことか。まだここに。知るかよ。誰かに食われた。どういう意味だ。あいつにぶち込まれた。理由があったんだろう。あ、そうそう。タバコな。前職の先輩にそそのかされて、タバコじゃなくて電子タバコは吸ったことがあるけどな、なんか爆炎とか言って、まあ、あの会社自体が禁煙になったから仕方なくっていうところだったんだけど、まあね、僕はもうあの煙を肺に吸ってしまったらね、もう命が終わっちゃう体質だから無理なんだけど、まずは社長と話す。そんなことはどうでもいいな。あんたも警察署の囚人みたいなもんだ。
お互い助け合って一緒に逃げよう。ここで死ぬんだったな確かな。くそ、来やがった。おい、この時点でもタイラントが這いずり回ってるってことだったね。変態黒紳士さんってことはやつが近かったな。ちょっと激しい手顔だったね。マンって言ったらアウトだからね。何なんだって言ってるかもしれないけども、お前すでに遭遇してっかんな。誰だ、あの手めっちゃ見覚えあるでしょ。歩き方がもうなんか堂々としすぎてむしろかっこいいわってな。一瞬のことで。この扉はさすがにあれ電子ロックだから開けることができないのか。ここだけ電子ロックなのか。いやでもそっか、そんなことはないのか。電気を通したことで他のやつもピピガンビシッてな上げてるわけだもんな。それじゃあこの男はにしてもなんかぴったりまた何も言わずに行くのか。キャーセカラよ、名前すら知らない。名前ね、もう好きな名前でもつけたらエイダすら本名かどうかもわからないって話なんでしょ確かね。出口を探すのね、レオ。手遅れになる前にまた話しましょう。あえてケネディって言ったら面白かったんだけどね。ハイキングパーリッ成立か。駐車場許可証。どっかにベンの車とかがあっても面白かったけどね。もしかしたらあのなんだっけ、車じゃなくてピピってなるやつ、あのトランクから銃のパーツかなんか取り出せると思うけど、あれが実はベンの車だったとかったら面白かったりするんだけどね。まあ果たして本当にベンの車がどれなのかっていうのは分かんないけどね。じゃあとりあえず地下を抜け出して警察署に戻らんにはいかんので、そこまでのねところをとりあえずやっていこうと思います。なかなかいい車だよね。車ってでも何が結局いいのってなるよね。あのなんかさ、フェラーリとかポルシェとかってあるけど、個人的にはなんかもう、まあ、フェラーリはまあかっこいいけど、ポルシェって見た目、微妙だなって思うんだよね。個人的にはあのランボルギーニが好きだね。ランボルギーニって何っていう人はデロリアンを思い浮かべてもらえたらと思ったけど、バイオハザードあのあれあれタタ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 タバックザフューチャー、音楽どう思い出すんですか。音楽の方が有名だからね。そうバックザフューチャーに出てくるデロリアンが確かモデルはランボルギーニ。なんか普通扉って横開けだけどあれ縦開きになるやつだからね、プシューって開くやつ、あれかっこいいよね。ただ低いんだよな車高がね。低いからなんか大型トラックとか出てきた瞬間にもう目の前真っ白、あのトラックじゃないです、信号機が全く見えなくなるって終わりそうな気がする。これクリア編の時だったっけな、なんか足うまく破壊することができなくてやばいピンチってなって、なんか食われた気がする。表編だったか裏編だったか。頭グラングランしすぎやろ、骨ないんか。首ゲイ、問題なさげかな。ここまでやっといたら大丈夫っしょ。じゃあちょっとあのいつもこいつが不安でなかなかできなかったあの全てのなんあのアイテムをちょっと、いやじゃあ全ての引き出しをちょっと上げていこうかなというところですね。そうだ、いたの忘れてた。あれ、あ無理なのか、やっぱあいつらモニュメント的な感じのあるのかな。あれでもレッドハーブくらいで、あとは全部、あはい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 、そういうことか。ここにでも取ったら蘇るとかそういうのない、大丈夫。ああちゃんと死体だった、ちゃんと死体だったって言い方も変だけど、まあでもね、習慣しときましょう。でそうか、だからか、なんかずーっとさ、こいつもガーンってやったら起き上がってくる、そういうことはないね。ショートパンツがエロいよね。まあ、ゾンビじゃなかったらほんと隙間覗きたいなと思うんだけど、完全に感染してたよね。感染してピクピクってなって、でもその後ゾンビでワーってならないってことは死んでんのか。まあそんなことよりもこいつが起き上がってこれないようにちょっと両足潰して両手も潰しておきましょう。とりあえず打ち込めるだけでも打ち込んどいて、
弾に弾をぶち込む。うれ、ほら4つ、5つ、6つ増えるごとに越したことないでしょ。なんか、なんだっけな、そうそうそう、楽しむ右腕が動いたから一瞬生きてんだけど、びっくりしちゃったね、本当に声出なかった。楽しんごかな、楽しんごと、グレートサイヤマンが YouTube でやってた時に、抗がんマッサージっちゅうのを、要はたまたまちゃんよね、進化するとナッシーになるやつなんだけど、を触って、なんか、まあ、血流良くしたりとかそういうのがあるらしいんだけど、そういうマッサージに、まあそれはいいんだけど、なんか世の中に例えばさ、爆笑問題の田中さんみたいに1個しかないっていう人もいれば、なんか3つあるっていう人もいるらしい。3つってなんかもう毎日しこっとかないと、なんかもう生産される量があまりにも多すぎてね、要は男のその小種っていうのって、その3日に1回でもう全部リセットされるくらいの量らしいんですよね。どうだ、違うの、行き過ぎてない、これいらない、真ん中2つか、真ん中2つ、そうだから3日に1回、それが2個でその量ってことは、多分、もっと回数増やさないと、それこそ毎日やるくらいじゃないと大変なんじゃないかなって思うんだけどね。OK。なんか下から出てきそうな感じするな。なんかトロフィー取ったぞ。何のトロフィー、よくわかんないけど、あれ、こいつはこいつで出てくるの、あ、ちょ、はいはいはい、 OK で、ラス1のアルフォートやな、下からバンって出てくるから、もうちょっとストップパワーが強かったらいいんだけどな。そんなわけにいかないんだな。よし、じゃあガチャンと開けて。でもここはもう2体とも始末しておまんにやわだから。あ、そっか。そこ入って、変態、イチャイチャカップル2人組、射的場でパンパンキャッキャウフフをやった2人組をちょっと始末しとかないとね。警察署って何しとんねん、どき者が。隙あらばそういうことやろうとしちゃうんだから、もうこれで、はい、おやすみ。あれ、ちょっと全然ストップパワー、やばい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 、この女相当肉食やな、めっちゃレオにガッツく、あー、やっぱりデブよりもイケメン新人くん、あれ意外と体力少ないこいつら。あ、そっか、やったばっかりだからか。よし、じゃあここで、ショット玉、このポッカ特にないかな。ごめんね、疲れちゃって。はい、ガチャコンで開けて、まあレッドハン、まあフィルムは別にいらないかな。よし、じゃあ戻りましょう。チュ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 、あ、そっか、3階ロッカー取らなくてもね。よし、じゃあ戻りましょう。なんか壁にベタベタいろいろ貼ってるのが、なんか時代を感じさせるよね。よくうち IT コンサルやってるから、紙にベタベタ貼ってるのは、全てもうパソコンの画面とかスマホの画面で見られるようにしましょうみたいなこと言ったりするんやけど、まあ、よくあるしがない中小企業なんかそういうパターンとかよくあったりするよね。よし、でこれ、あ、そっか、おっと、来てから撮ってんだな。これでも戻ったらゾンビもいて、でこいつらいるんですよね、いるんですよね、おはようございますですね。中入ってくる、もしかして、バーンって。まっとりとって、ちょっと、ちょっと、けどこいつらを始末するところまでやって、まあ、区切り、無事ね、警察署に戻ってくることができたんで、カチャポン、一旦ね、
パートを終わりたいと思うんですけど、意外と当たらない、意外と当たらない、意外と当たらない、当たらない、やばい、きつい。このクソ野郎、ゾンビってその新陳代謝早くなるからさ、お腹がめちゃめちゃすくっていう話はよく聞いてる。肌とかはさ、どうなんだろうな。あ、後ろで起き上がってるわ、おはようございます。ちゃんといいテリトリーを分かってくれてるゾンビたち、賢い。おうおう、そんな穴を差し出さなくてもいいわよ、男に興味ないから。私、あれ、一体増えてる、入ってきよ、マジかよ。すごい、なんか自分の銃があれ、やばいやばい、はいずってる、はいずってる、やめろ。やっぱ体打ってったら、ああギリギリ立ってる、仕事外す、頭を打っていかなきゃいけない。おお、こんなところでおっぱじめちゃって、もうお魚なんだから。はい、ということでね、無事、戻ってくることができたんで、こいつらもね、ちょっと足をちぎっとかないとね、万が一起き上がった時にね、立ってたら怖いんでね、はい、ずっといてもらいましょう。はい、ということでね、アイテム整理をして、本パート終了とさせていただきたいと思います。次回はね、警察署また探索をしまして、次にパート進んでいくというところになっていくかと思います。次のパートがステージかな。はい。ということで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンで応援よろしくお願いします。相手を取り忘れないよね。はい。じゃあね、お疲れ様でございました。さよなら。バイバイ。